生田サリ理、生田紗理は日本のタレント、フリーアナウンサー。大阪府水田市生まれ、滋賀県育ち、血液型大型、旧芸名、生田節子。学生時代に駅のホームでスカウトされるが、当時はタレントになる気がなく、某レコード会社に就職した経緯がある。その後、タレント、フリーアナウンサーに転校。関西を中心に、 番組司会、リポーターとして活躍後、1997年渡米へ。ニューヨーク大学、ハブストディオで、ボイストレーニングや、メディアリポート、パブリックスピーキング、アクティングを学ぶ。ニューヨークに11年滞在し、テレビ番組の司会、リポーター、ナレーター、ボイスオーバータレントとして、数々の番組や CM に出演。ハリウッドスターやスポーツ選手など著名人の、 インタビュー多数。アメリカ在住時は、ザ・スクリーン・アクターズ・ギルド所属。帰国後は、アナウンサーのほか、ボイストレーニングや話し方、パブリックスピーチの講座等も開催。アメリカで、サリーと呼ばれており、仕事名をサリに改めたが、近年、サリーを主に使用している。2013年3月、初対面の相手の心を一瞬で開く、方法出版。 ありがとうございます。